私は今羽田空港にいます。今日から今年初旅行沖縄に行ってきます。ちょっと東京が最近寒すぎるので沖縄のあったかいところに逃げます。でも雨予報なんですよ。全部今回5日間行くんですけど全部雨予報、今のところ雨予報です。あと花粉から逃げます。もう今本当に東京花粉すごすぎるので沖縄に逃げます。でもう荷物も預けてこっからフライトの時間まで待つだけなんで、ちょっと飛行機見たりとかしながら待ちます。それではレッツゴー。もうとりあえずもうちょっとで保安検査締め切りになるんで、その前に飛行機をデッキから見に行きます。もうねこれがね楽しいんですよね。本当に飛行機楽しい。じゃあちょっと外に出てみます。結構寒いいっぱい飛行機。そう、ちょっと知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、私飛行機結構好きで、まあオタク的な好きじゃなくて普通に好きで空港に見に来たりするんですけど、この間成田空港の方に行ってハワイ行きのカメさんのねラッピングの飛行機を見てきました。あ、楽しい。保安検査の10分前、締め切り10分前になったので通ってきちゃいます。今日乗る飛行機とスターウォーズの飛行機と窓の清掃をしてる人。では行ってきます。那覇空港に到着しました。思ってた以上に今日暑いです。もうこの服じゃダメです。もう絶対半袖買わないとダメなぐらい今日は結構もうムシムシしてます。でもう雨降ってるかなってドキドキしてたんだけど、空港着く直前で綺麗な海がもう飛行機の中から見えて、あ、よかったと思って、もう雨降ってなくてよかった、すごい安心しました。でこっからちょっとレンタカー借りるところまで移動します。そう、あとね、あの羽田で出発する前に鬼滅の刃のラッピングの飛行機が見られたんですよ。で那覇着いたら、なんと今ディズニー40周年だから限定のラッピングしてるんですけど、それが那覇に泊まってたんです。見られてめっちゃ嬉しかった。もう幸先いいスタートでした。ではここからタクシーに乗ってレンタカー屋さんまで移動します。レンタカーを借りますっていう動画から急に夜になりました。というのもレンタカーをあの後借りて、でお腹が空いちゃったのでシュレーそばっていうお店に行って軟骨ソーキそばを食べました。もうこのビジュアルから見てわかる通り本当にめちゃくちゃ美味しいおそばでした。もうね、軟骨がトロトロで甘くて美味しかったです。で今いるのが名護市っていうところで、名護市は那覇から車で2時間ぐらい上に上がってきて北上してきました。北の方にあります。で今ちょっとお夜食で大好きなエンダーっていうファストフード店のカーリーフライを食べております。あ、これから食べます。はい、美味しくいただいていきます。いただきます。これカーリーフライめっちゃ美味しいやつです。いただきます。これは上にチリチーズが乗ったやつにしました。今日はうんふん、めっちゃ美味しい。という感じで本日1日目とりあえず終わります。また明日おやすみなさい。おはようございます。2日目のお昼です。今名護の方から国頭村の方まで車でやってきました。これはヤンバルクイナです。なんか持ってて大変そうですね。重そう。でここの国頭村の道の駅でお昼ご飯を食べます。ちょっと今日は風がとても強くてですね、大変そうなんですが風に負けずに頑張ります。そう、髪の毛も可愛く巻いたのにもうほぼ取れてしまったって感じです。で今日はヤンバルクイナに会いに行きます。とりあえず本日もスタート。お昼はこのお店でイノブタを食べます。イノシシと豚、イノブタです、ね、あの前回食べてめっちゃ美味しかったのでイノブタを食べます。お店でイノブタ丼を食べてきました。イノブタ丼以外にも焼きそばとか、あとはカレーとか、いろんなイノブタを使ったお料理があったんですけど、前回食べて美味しかったので今回もイノブタ丼を食べてきました。そうで、もうあの夜見てる人はちょっと飯テロになっちゃうかもしれないんですけど、もう卵とあとは甘い玉ねぎとイノブタがすっごくマッチしててとっても美味しかったです。でこっから私の運転で次
ヤンバルクイナに会いに行きます。それでは出発。そう、前回沖縄来たのが去年の6月で、その時もヤンバルクイナに会いに行ったんですよ。クータ君っていうヤンバルクイナがいて、その子に会いに行ったので今回も会いに行きます。ちゃんと運転できるんですよ。実はヤンバルクイナに会うことができる施設に到着しました。そう、全然説明できてなかったんですけど、ヤンバルクイナっていうのがヤンバル、あの沖縄の北の方にしかいない鳥で、絶滅危惧種であって、しかも天然記念物にもなってます。で、そのヤンバルクイナ、なかなか野生の子って会えないんですよ。で、ここヤンバルの森っていうところはモデルの子がいて、クータっていうんですけど、クータくんに会える施設になってます。じゃあ行きましょう。これがヤンバルクイナです。そう、ヤンバルクイナは飛べない鳥です。めっちゃ見てる。気になるこんにちは、クータくん。こんにちは、クータくん。クータくんめっちゃ可愛かったです。で、今行った施設がヤンバルクイナ生態展示学習施設っていうところで、で、今また移動してきたんですよ。ここが野生生物保護センターって言って、もう閉まっちゃうので早めにこっちに移動してきました。ちょっと中見に行ってきます。めっちゃフータくん可愛かった。フータくんじゃない、フータレッサーパンダだ、間違えた。クータくんめっちゃクータくん可愛かった。じゃあ今度野生生物保護センターに入ります。雨が降っております。ヤンバル野生生物保護センターに行ってきました。そうで、募金したらなんとこのバッグと、あとはこれなんていうんだっけ、マグネットだ、ヤンバルクイナのマグネットをもらいました。めっちゃ嬉しい。これちょっと使います。日常生活これバッグ使いたいと思います。めっちゃ嬉しい。で、今からちょっとまた移動してお散歩していきます。結構思ってた以上に雨が強いので、ちょっとねバタバタしてるんですけど、めっちゃ楽しいです。ヤンバルクイナは今日は会えてません。まだあの野生のヤンバルクイナは会えてません。そう、去年の6月は野生のヤンバルクイナに運転中に会えて、でしかもつがいだったんですよ。メスとオスのカップルが歩いてるのを見られたんですけど、今日は野生の子は見られませんでした。ちょっと引き続き探します。お散歩したかったところに到着しました。なんですけど、もう雨がすごくてお散歩できる状態じゃないのでやめます。あっち側にね、マングローブがたくさん植えてあって、マングローブのところをお散歩できるようになってるんですよ、遊歩道があって。でもちょっとこの雨だとかなり厳しいので、今回はマングローブをちょっと見るだけにしました。戻っていきます。さすがにね、雨がここまで降ってると思いませんでした。ではまた戻ります。また名護の方に戻ってきました。今みんなお買い物に行ってるので、その間に私さっき道の駅で買った国神ドーナツを食べていきます。ヤンバルクイナで可愛い、めっちゃ。じゃあいただきます。今日はちゃんと雨降ってましたね。雨の日の方が野生のヤンバルクイナの遭遇率が高いらしいんですよ。前回会った時も雨の日でってなったんだけど、今日はまだあの子育ての時期じゃないからそんなに頻繁に出てこないのかなって感じ。じゃじゃーん、すごい素朴な味わいがしそう。いただきます。うん、ふんふん、そんな甘くないけどなんか優しい味です。うん、今日はずっと私が運転してました。朝から運転楽しい。うん、うんうん、最近癖ですぐグーってやっちゃう雨だけど、雨の日特有の回り方というか、いろんな屋根があるとこに行ってます本当はね、あのヤンバル地域のとこで国立公園が世界遺産になってるんですよ。で、その辺をトレッキングとかしても楽しいと思うんだけど、今日さすがにちょっと行けないよねってなっていろいろ回ってました。明日は雨じゃないらしいので行くとこがもう決まってます。楽しみだぜ。
まあそんな感じで今日はこの後多分またまったりモードに入ると思います。こんにちは。ごめん、嫌かな。だってめっちゃもうって言ってる。